ミナノ中央部分ミナノは東京都府中市片町に所在するショッピングセンターである。2009年3月12日開業。ミナノの名称には地域住民や通勤者などみんなの商業施設、ランドマークでありたいとの意味が込められている。ブバイ河原の駅南口からバスタクシーロータリーと府中東芝ビルを挟んだ南に位置する。 この地にはかつて東芝府中事業所の社員寮があり、取り壊されてからはしばらく遺跡の発掘作業が行われ、空き地となっていた。開発を行ったのは、住友商事、重症アーバン開発及び三井住友建設などであり、当初のプロジェクト箇所は、片町三丁目計画であった。工事中に、旧石器時代の遺跡が確認されたことで開業まで、多少延期があった。 こうしたことは、府中市のこの周辺では珍しくなく、近くの市立府中第三小学校などでも確認されることがある。建物は4階建てで、うち1階から2階が商業施設部分となる。1階の東寄りに自由通路が南北に渡っており、それが駅側からの実質的なエントランスとしても機能している。この通路自体は、 家族アパート当時からも存在したが、その通路ごと施設の一部として取り込まれた。3から4階及び屋上に自動車用駐車場があり、1階の2カ所にはオートバイ、自転車用駐輪場がある。各店舗の名称は、突起なき場合すべて、皆の部外変わらの点である。ありがとうございます。